ララ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 ラ最近多いよね。ウォークマン聞いてて大声で歌ってんの気づかないやつ。みっともないよね。かっこ悪い。俺の名は大江金太郎。年は25歳。気楽なフリーター。今から新しいバイトに出かけるのさ。今日の仕事はどんなかな。楽しみ楽しみ。やっぱりウォークマン聞いてたのがいけなかったかな。くせえ。大丈夫？ブルブルブルンって。怪我はない？美しい。いや、全然平気そう。こんなに散らかしちゃった。片付けなきゃね、これ片付けなきゃね。よかった。よかった。いや、それはよかったよね。はい、クリーニング代と治療費よ。自転車の修理代もね。この束は100万円。じゃあ私急いでるから。ちょっと待ってよ。こんなにもらえないよ。汚い手で触らないでね。はい。あれ？僕？これからは歩道を走りなさい。はい。勉強になるな。よし。ペダルが曲がっちまってんだな。兄ちゃん、そっち押さえて。あ、はい。
大丈夫だ。すいません、おいくらですか？いや、お金はいいよ、大して壊れてなかったからね。でもいいよいいよ、子供ができたらうちで自転車買ってよ。どうもありがとう。気をつけてな。おい親父、金はできたが、もう少し待っていただけませんか。ダメ。こいつらそこなんとか。俺らガキの使いじゃねえんだぞ。おい、手荒なまりは言うぜ。ああ、分かってんのか親父。よっさねえかよ。親父さん、私らビジネスマンですから、仏の顔も三度まで、私たちは仏様より慈悲深いですよ。へえ、よくぞもことわざを使うのか。勉強になるな。昨日電話でお話しした大江ですけど。ああ、新人くんね。ついてきて。はい。ご覧の通り、うちはコンピューターの業務用ソフトウェアを開発してる会社なの。へえ。ここを吹き抜ける風は、春色の匂いがする。ああ、なんてすがすがしい職場なのでしょう。社長、新人の大江くんです。どうも社長、新人の大江です。あ、プル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 って、あのぐっ、さっきの怖い姉ちゃんが。社長、いやー、さっきはどうも。あれ、トイレ掃除。じゃあトイレ掃除してって。ああ、社長に嫌われちゃったかな。せっかくコンピューターの勉強してきたのにな。しかし社長かっこいいぜ、憧れちゃうよな。美人でスタイル抜群、いい匂いがして頭もよくって、やり手で気が強くて金持ちでフェラーリ乗ってたよ。ああ、もうずっとずっとついてきたいって感じたぜ、俺はよ。ジョー様とお呼び。ジョー様、私を一生引きずり回してください。あの美しいジョー様がここに座って、お尻、いや、あ、お尻、ダメだ、そんなこと考えちゃ、でも、体が勝手にもう動いちゃって、もう、ブスリ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 が、そんな、はしたない、女王様の赤水が、うまくなんちゃうから、ごくごく長い。あなた、変態くん？すいません、女王様！女王様？何なの？それは。わあ！真剣に俺のこと嫌ってる！まずい！クビになる！残念だけど、うちでは君は。わあ！なんという悲しい世の中！このバイトが決まって嬉しくって、徹夜でコンピューターの勉強してきたのに、いきなりトイレ掃除！その悲しみに打ちひしがれて、勉強を涙に濡らしていたんです！好きなんだコンピューター。俺はコンピューターが好きなんだよ。 LSI、CPU、 あー、ミクロの世界にプリントされた単純で複雑な回路。仕事はしたい。プログラムを作りたい。人を非難するなら能力を試してからしろ。ご自由に。しゃあ、よし、
ここで徹夜で勉強してきたコンピューター技術を見せてやるぜ。コンピューターは持ってないからキーボードは紙で作って、あの苦労全ては今この時のために。どうしたの？早くしてよ。準備はできてるわよ。おう見てな。なんだこりゃ。これベーシックじゃないんですか？何も知らないんだ。あのね、うちはプロよ。小学生じゃあるまいし、初心者向きのベーシックなんか使ってるわけないでしょ。え、じゃあ何を？ C とかアセンブラ、あとスモールトーク。 C C C、 つまり A はキス、 B はペッティング、 C は、 C とはあ、チェックチェックって書いてます。不採用。 あなたのような落ち着きのない人は我が社には向いてないよね。ここにいる必要はないわ。そうだ情け容赦のない目。出て行けって言ってるのよ。近頃の若い男は口だけは偉そうなこと言ってるけど、実力や責任感はゼロね。待ってください、社長。今日はダメでも明日という日はでっかい太陽が昇るかもしれません。でっかい太陽、何それ。雑用でも何でも一生懸命誠心誠意無我夢中で励みます。もちろんバイト料もいりません。俺にチャンスをください。仏の顔も三度まで。ことわざの使い方間違えてるわよ。好きにしなさい。ただしちょろちょろと仕事の邪魔はしないこと。ありがとうございます。やーい。あのすいません、さっきの C っていうのことあの教えてもらえませんかね。C っていうのはベーシックやフォートランよりもアセンブラやマシン語に近いコンピューター言語でね。はあ、セックスのことじゃなかったんですね。え？あ、いや勉強になるな。と、春色の日本語のする職場。簡単なやうららっすねえ。見てて面白い？お邪魔ですか？別に平気よ。へえ。鍵どうぞ。ああ、ありがとう。あの、ところで今の話ってどういうことなんですか？だからね、新しいコンセプトが必要だってことよ。うまい。例えば、難しいものを子供でも使えるようにする新しい工夫とか、今まで使われてない分野に目をつけるとか。勉強になるな。 Please don't worry. Our company has never broken a delivery date. 社長、英語ペラペラっすね。今作ってるソフトのクライアントはアメリカの映画会社なのよ。うちみたいなベンチャーカンパニーはアメリカ相手でしかビッグな成功は望めないわ。日本じゃダメなんすか？需要の違いね。利益率が同じならマーケットのでかいところを狙わなきゃ。I will contact again next week. Bye.頑張ってるわね。あ、社長。怖くないの？いえ、全然平気です。窓掃除のバイトやってたから。そう。気をつけてね。プレ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 ねんね。はい。気持ちいい。気持ちいい。社長、頑張りますよ。勉強、ラララ勉強、人生これ勉強。お、あ、
ん？ん？これは黒のブラジャー。人生これ不可解。いや勉強勉強。ん？やだ。おい。そういえばね、昨日美味しい店聞いたのよ。え？教えて？どこどこ？見つかりませんように。勉強になるな。さーてと帰るかっと。じゃん。これも電気ついてるなぁ。あれ？スイッチがない。コンセント抜けばいいんじゃん。オッケー！使ってない電気は消さないとね。会社の経費を考えない人ばっかりなのに、君って本当に優秀な人ね。いや、そんな社長落ち着いていけません。備蓄見えてますよなんてね。そうっすか、いいんすか。君をつったく女の姫、どうしました社長。誰よ、サーバーの電源抜いたの。うわー、嬉しい、消しといてくれてありがとう。はーい、私でーす。なんてことしてくれたのよ。3ヶ月もかけて作った大切なソフトをよくも消してくれたわね。納期は明日なのよ。待ってくれても1週間どうしてくれんのよ。メモとかなんか取ってなかったんすか。俺なんか大切なことはほれこの通り。電源の消し方を間違えなければデータは消えないのよ。なんてこと。うちの損害はこんなもんじゃない。このメモは、このメモはな、俺にとって命より大切なものなんだ。お金じゃ買えねえんだよ。しまった。消えなさい、私の前から。少しは見どころがあるかと思ったけど、やっぱりあんたは最低の男よ。許してください、僕を見捨てないでください。こんなに迷惑をかけてこのままいなくなってしまうなんてできません。それは一人前の男が言うセリフだろう。何でもします。靴を舐めろと言われれば舐めます。ケツを拭けと言われれば喜んで拭きます。お金には困ってないでしょ。こないだ当たり屋やって100万稼いだから。全部使ってしまいました。この極つぶしが。はい。残念だよ。もうダメだ、間に合わない。
あのソフト作るのに3ヶ月以上かけたんだもんね。我が社創業以来初の敗北を期すか。社長！社長！何よ、大声上げて頭に響くじゃない。みんなもちょっと来て！これを見てください。どれ？どうして、これ、金太郎が消しちゃったソフトじゃない。なんでここにあるの？誰かバックアップしといたの？いえ、金太郎くんが持ってきたディスクを走らせたらこれが。なんだと？そっか。あたしたちは金太郎にからかわれたんだ！あいつ、このソフトをちゃんとディスクに入れてから、わざと電源抜いたのよ。ソフトが消えて慌ててるあたしたちを見て、腹の底でせせら笑ってたんだわ。妙に腰が低かったりすぐ謝ったりしたのも、あたしたちをはめる芝居だったのよ。許さん、金太郎は、どこ行った？さっきまで玄関を掃除してましたけど。ぶっ殺す。ちょっと待ってください社長。ええ、これ私たちが作ったソフトと違います。何ですって？クライアントの注文通り要求は満たしてるんですけど。ちょっと見せて。本当だ、違うわ。しかもうちのよりもはるかに使いやすい。楽しいというか、イメージがすんなり形になるって感じ。こんな切り口があったのか。見てるだけでも分かりやすいわね。これなら初心者でもマニュアルなしで使えそう。面白いアイデアだわ。あ、見て、デリートのアイコン。データを捨てると鉢植えの花が育っていくわ。上のところでウィザードが演算手伝ってる。かわいい。すごくいいセンス。一体誰が作ったの？あの、これもしかして金太郎が作ったっていうの？嘘。あ、彼、口だけじゃなかったみたいですね。すごいわ、これだけのものを一週間で。そういえば、ちょっと教えるとすごい飲み込みが早かった。大江金太郎、バカでいい加減な奴だと罵られ、いずこともなく去っていく。しかし、実は私たちよりはるかに優秀で、責任感があり寛容であったと。冗談言わないでよ。ちょっとかっこよすぎるわよ。出来すぎた話だわ。彼、玄関で掃除してるって言ったわね。確かめてやる。いない。何ですか？あ、こちらの会社に帽子をかぶってマウンテンバイクに乗ってらっしゃる男の方がお勤めされていませんか？それ金太郎のことね。先日とても困っていたところ、その方に100万円お借りしたのですが、どこのどなたか名前も告げずに行ってしまわれて、ここに出入りしていらっしゃるのを見かけまして、もしやと思いまして。私があげた100万をポンと見ず知らずの老夫婦に。社長。社長、どちらへ？お願い。お願いって、社長！金太郎、あなた、本当は？まだ間に合うわ。大江金太郎、25歳。東大法学部中退。ただし全課程を習得したため自主退学。以来数々の職業を転々とし人生勉強中。愛車
三日月号にまたがり今日もよく、将来日本を、いや世界をも救う男かもしれない。